君の脳に直接届く妄想のプライムです。流行り紙続きをやっていきましょう。前回ねオカルトルートが終わったんで、今度は、科学ルートの方に行きたいと思います。結構もう後半で、まあ能力というかね、あの予知夢に関しての、セルフクエスチョンですね。まあ前回と違う方向を選んでいくんですが、舞さんの見る予知夢は本物だ、舞さんは予知夢など見ていない、これは予知夢の予知夢は本物だ。科学ルートっぽくないね、こうやって見るとね。やはり舞さんの見たという予知夢は本物としか思えない。その理由は狂気を言い当てているからだ。僕の怪我を知っていたからだ。犯人が誰かを知っていたからだ。まあ、ただこれを多分結論的には科学ルートっぽい感じにするのかな。狂気を言い当てているからだをここは選択します。そう、舞さんは僕らを襲った犯人がナイフを持っていたと言い当てている。こうしたことから考えると、やはり彼女の能力は本物なのかもしれない。しかし一つ気がかりなことがある。さっき見かけた舞さんの姿だ。まるで別人のようになった舞さんが小鳥を殺しているように見えた。あれはやはり舞さんの意思によるものだ。舞さんの意思とは無関係だ。ということで、これは舞さんの意思によるものだを選びます。なんか結論をね早くしようって思っちゃいそうな気がしますけど、これはあくまで意思によるものだが、舞さんは小鳥を殺した時の記憶はないと言っていた。これはつまり、舞さんが嘘を言ってるということだ。若菜さんの霊が取り付いたのだ。というわけで、ここで妙案が分かれてますね。はい、ここは舞さんが嘘を言っているということだを選択していきます。これにより科学ルートに進むと。ここからどう進むのかは全く僕も分かりませんね。どんな事情があるのか分からないが、彼女は僕らに嘘を言ってるのかもしれない。そもそもこの事件には奇妙なキーワードが多すぎる。死んだ幼馴染、予知夢、夢を覗き見するストーカー。だからこそ僕も一瞬舞さんには何か超自然的な力が働いているのではと考えてしまったが、そんなことはないのだ。やはりこの一連の事件はすべて生身の人間によって行われたと考えるしかない。若菜さんの霊が舞さんに取り付くなどありえないのだ。予知夢もきっと裏があるはずだ。ストーカーは実在する。 JOF 事件の犯人も実在する。誰かが何らかの目的で舞さんを付け狙っているのだ。そしてそのことは科学的に検証していけば必ず論理的に説明できる。それが僕の結論だ。朝まで小暮さんと一緒に見張りをしたが、それ以上の異変はなく朝を迎え、僕らは編纂室へ戻ることにした。ついでなので途中ひとみさんの勤務する大学病院に寄ってみることにする。お疲れ様です。お疲れ様であります。僕と小暮さんが挨拶すると、ひとみさんはそろそろ来る頃だと思ってたわと言って笑った。アーミーナイフの鑑識結果のことよね。だからあれですね、もうプライムくんがこう襲われて怪我をした後の話なんですよね。はい、後ぐらい、ちょうど後ぐらい。そうです、何か出ましたか。ひとみさんは机の中から一枚の紙を取り出し僕に手渡した。見ての通りよ。残念ながら血液はプライムくんのものだけ。ここら辺は一緒かな、指紋も出なかったわ。それにおそらく例の JOF 事件の凶器でもない。そうですか。僕はひとみさんから受け取った鑑識結果を見つめた。過度の期待はしていなかったが、虚しさに似た感覚が僕を襲った。でもね、一つ重要なことが分かったの。ひとみさんも人が悪い。重大なことなら先に教えてほしいものだ。だがひとみさんがそう言う以上、本当に重大なことに違いない。何ですかと僕は尋ねた。あのアーミーナイフ、野上和志事件の凶器である可能性は極めて高いわね。ええ。予想してなかったといえば嘘になる。だが、こうして正式な鑑定結果が出たら改めて驚きを感じてしまう。もちろん可能性が高いであって断定ではないわよ。だけど確率は 80% ってとこかしら。ひとみさんの言う 80% はほぼ確実だということを意味している。これは大きな進展かもしれない。ところで二人とも疲れてるみたいだけど徹夜明け？そうなのでありますよ。自分はさっきからあくびが止まらないであります。そう言って、小暮さんはわざとらしく大きなあくびをする。だが期待されたようないたわりの言葉はなく、ひとみさんからは、あっそう、と短い言葉が返ってきただけだった。何かヘマでもやらかして、始末書でも書いてたの？違いますよ。舞さんのマンションで張り込みをしたんです。舞さんってあのストーカー被害の？そうです。実は昨日ちょっとした騒ぎがあって、コーヒーを差し出してくれたひとみさんに会釈をし、僕たちは昨夜起こったことを話した。最初は行きがかりの雑談といった軽い気持ちだったのだが、
ひとみさんの真摯な表情につられて、ついつい美に入り、才をうがった説明になっていく。一通り話し終え、コーヒーを吸っていると、ひとみさんがうなった。状況だけ聞くと、演技性人格障害の疑いが強いわね。演技性人格障害。あまり日常では使われない言葉だけどね。簡単に言ってしまえば、他人から注目されるためには、嘘も破壊的な言動も厭わない人たちのことを言うの。こういったものは精神疾患か、それともただの傾向なのかが判断しにくいところではあるけれど、演技性人格障害に限って言えば、女性が患者のほとんどを占めるというのが興味深いわね。注目されるために嘘をつくのでありますか、わざわざ。小暮君にだって似たような経験があるんじゃない？子供の頃、親に構ってほしくて仮病を装ってみたりとか。それならあります。もっとも自分はすぐにバレてしまったでありますが。そうでしょうね。まあとにかく、それと似たような心理よ。演技性人格障害の場合、もっと自己中心的な傾向は見られるけど。そう言って、小暮さんへの説明を締めくくってから、ひとみさんは本題へと戻った。その舞って子は、架空のストーカーを作り出して、その陰に怯えている可能性があるようだけれど、やはり彼女の狂言であったということか。現にストーカー騒動が起きてからというもの、僕ら警察関係者や曽我さん、日下部さんといった人々から彼女は存分に注目されるようになったのだ。僕はひとみさんに尋ねた。仮に演技性人格障害だとして原因は何が考えられますか？そうね、過度にかかった心のストレス、例えば脅迫観念があるとか慢性的に愛情が不足しているとかが一般的ね。なるほど、心のストレス、脅迫観念、愛情の不足、舞さんは条件にぴったり当てはまる。式部先生、舞さんに限って演技なんてことはないと自分は思うであります。あくまで可能性の話よ。小暮さんの抗議の声に、ひとみさんはやんわり答えた。でしたらもう一つ教えてください。舞さんが見た夢はどう考えたらいいのでしょう。僕はだった。小暮さんで読んじゃった。僕たちが何者かに襲われたことを舞さんが夢で見ていたという話をひとみさんにした。それも説明がつくわ。ひとみさんはあっさりと言った。あまりにあっさりすぎて、なんだか狐につままれたようだ。そうなんですか。でありますか。ええ。ひとみさんは座り直すと解説してくれた。その舞って人は極度に不安の中にあったのね。強いストレスも継続的に感じていた。それはそうだろう。ずっとストーカーにつけ回されているのだ。自分がいつかストーカーに襲われるんじゃないかという不安が、彼女に襲撃という夢を見させたのよ。銀色のない筆ってのは、JOF 事件のことが頭にこびりついているからだと思うわ。ですが、舞さんは襲われたのが僕だということもピタリと当てました。それはどんどんストーカー行為がエスカレートしてくるので、自分の身近な人にも危害が及ぶのでは、と恐れていたからかもしれないわね。あるいはこういうことも考えられるの。実は夢で見た襲われる人っていうのは、プライム君じゃなかったのかもしれない。夢なんて曖昧で、覚めるとはっきりとは覚えてないものでしょう。だけどプライム君が訪ねてきた時、彼女はプライム君が怪我をしていることを感じ取った。いえ、破れた服も変えてましたし、怪我だってひとみさんが手当てしてくれたじゃないですか。そうね、確かに私がしたわね。ひとみさんは、その時の状況を思い出したのか、くすりと笑った。だけどね、血や消毒液の匂いに敏感な人ってのもいるのよ。だからその彼女も、自分では意識してないかもしれないけど、プライム君が怪我していることを感じ取り、それが、夢で誰かが襲われた、という、記憶と頭の中で結びついてしまった。なんか昔、小学校の時になんか隣のクラスの、なんかテレビが各教室置いてあって、それがついたことを感じ取った女の子がいて、なんか別にテレビ、昔のテレビでつく時にプチュンみたいな言うんですよね。なんか若干こう、ブンみたいな音が鳴るんですけど、多分それを彼女的には感じ取ったみたいな風な反応をしててね、なんか、いやみんなわかってるけど、って思ったことがあったけど、そういうことかな。自分はなんか知らぬ間になんか勘で感じ取ったみたいに思っちゃうみたいなね。言われてみればついつまは合ってるように思えた。まあこれはあくまでも考えられる可能性の一つということよ。人の心っていうのはそうそう一筋縄じゃいかないから。でもいずれにせよ、何らかの心理状態によってそういう夢を見ることもあり得るということは分かってもらえたかしら。予知夢なんかじゃなしにね。ということは、夢で見た襲撃犯が日下部さんだったっていうのも、そのように考えたらよろしいのでありますか。そのようにか、どのようなのか分かってないのかもしれないが、小暮さんが尋ねた。そうね、とひとみさんはかすかに微笑む。それはきっと、彼女のどこかに
彼との交際に不安があることの表れだと思うわ。それからひとみさんは、若菜さんの亡霊の話も、舞さんの罪悪感が生んだ幻だと説明した。それなら、これはどう考えたらいいのですか？僕は、舞さんと同じ夢を見たという話をした。するとひとみさんは、それも説明できると答えた。舞さんの夢の話を何とか聞くうちに、僕の中にもそのイメージが蓄積し、それが夢という形で現れたというのだ。すごいなんかでも偶然すぎる気はしちゃいますけど、どうなんでしょうね。なるほど、そういうことだったのか。種明かしを聞いてみれば、なんだと思えてしまう。ですが、舞さんが架空のストーカーの存在をでっち上げてるのなら、自分たちを襲った人間の説明がつかないであります。確かにそうですね。野上さんを殺害した人間も説明がつかない。僕も同意すると、小暮さんが嬉しそうな顔に変わった。オス、そうでありますよ。ストーカーはいます。小暮さんの言う通り、ストーカーが全て架空であるなら、説明のつかないことがいくつも出てくる。そのストーカー事件、案外単純なものじゃないかもしれないわね。最後にひとみさんが言った言葉が、病院を出た後も耳から離れなかった。単純なものじゃないかもしれない。ストーカー被害、連続猟奇殺人、舞さんの夢に現れる若菜さん。僕の心の中には不完全燃焼なままの疑問が山積していた。昨夜の舞さんの異変や、ひとみさんの鑑定結果を鴨泉警部補にも報告しようと思ったが、警部補は今日朝から出てきていない。行き先不明。通常の部署なら注意を受けもしようが、ここ編纂室には咎める人はいない。上司にあたる引導警部も行き先不明。いや、こちらは大体見当はつくのだが。編纂室に戻ってすぐ、僕は小暮さんに頼み事をした。小暮さん、申し訳ないんですが、以前見た JOF 事件関連のファイルをもう一度持ってきてもらえませんか？オス。それは構わないでありますが、もう一度あの事件を調べてみようと思うんです。不思議そうな顔をしながらも、小暮さんはファイルを詰めた段ボールを取りに、バタバタと編纂室を出て行った。ストーカー事件と JOF 事件は密接に関わっている。すでに捜査中止になったこの事件をもう一度よく検証することが、事件解決への一番の近道だと僕には思えたのだ。やがて小暮さんが戻ってきた。先輩、持ってきたであります。ありがとうございます。自分も手伝わせてもらうでありますよ。助かります。どんな小さなことでも構いませんから、何か気づいたことがあったら言ってください。オス。僕たちは手当たり次第にファイルを読み漁った。何でもいい、どんな小さなことでもいい、そんな思いを込めて、もう一度隅々までファイルに目を通す。もう一度だ、もう一度だけ。事件の概要を読んでみよう、写真を見てみよう、まあ、全部見てみましょうか。JOF 事件。最初の事件発生は14年前に遡る。それからおよそ4年間にわたって、計6人の犠牲者を出した連続殺人事件だ。あれですね。オカルトルートと被る部分あるんですけど、被ってる部分はもうそれを知った上で見るとどうなるかっていうのと、それがこのカークルートでどう変化していくかみたいなね。見ていくとちょっと面白いかもしれないですね。はい。あれ、どこまで読んだっけ？それからおよそ4年間にわたって、計6人の犠牲者を出した連続殺人事件だ。女子学生、40代のサラリーマン男性、70代の老婆、30代の主婦、20代のフリーター男性、少女。被害者に共通点はない。犯行時刻も、月曜の朝8時頃、水曜の夜23時頃、日曜の昼14時頃、木曜の夜21時頃、日曜の昼12時頃、月曜の夜22時頃、と、まちまちに見える。だが、大きな共通点があった。どの遺体も、鋭利な刃物でめった刺しにされ、さらには片方の眼球がくり抜かれ、そこに一輪の花が刺してあったのだ。この事件が、ジャック・オブ・フラワーと呼ばれる由来だ。どのケースも、同一の凶器による犯行との鑑識結果が出ている。十数人の容疑者候補も上がったようだが、結局どれも違うと分かり、迷宮入りしている。また、事件の方も10年前のケース6で止まり、以降起きていない。その最後の犠牲者が、曽我若菜さん。ファイルを読み終えた僕たちは、お互いに気づいたことを言ってみることにした。どんな些細な点でも疑問に思ったことは列挙してみることにする。まずは先輩、この6つのケースは本当に殺人事件でありましょうか？この6つのケースは、1、間違いなく殺人事件ですね。どれも本当は自殺ですね。どれも本当は事故死ですね。どれも本当は、どれも本当は、あれですね。6個とも全部同じケースにしかできないですね、これだとね。
まあでも殺人事件は殺人事件でしょうね。自殺とかやばいよね。事故死なわけないよね。殺人事件でしょう。では、犯人は全て同一犯と思われますか？そうは思いません。おそらくそうでしょう。いや、そうは思わない。やっぱその最後だけね、ちょっと違かった、状況が違かったとかあるからね。でもどうなんだろう。いや、前回の話があるからな。ちょっと一概に言えないな。おそらくそうでしょうにしてみようか。同一の凶器によるものとの鑑定結果も出ている。ということは、曽我茜さん殺害犯も同一人物ということでありますか？それに関しては、その通りです。オス、曽我茜さん殺害は他と大きく違う点があったであります。それは、凶器が違ったという点、現場に花がなかったという点、眼球がえぐられてなかったという点、あれ、どうだっけ、凶器が違ったんだっけ。それからもう一点、目撃者がいたということ、犯行時刻が違った、即死ではなかった、もう目撃者がいたという点ですね。これはね、舞さんが見てたと。それではなぜこの事件だけ犯人は眼球をえぐらなかったのでありましょうか。それは何らかの美学があったのかもしれません。犯行途中で目撃されたためと考えられます。被害者への憎悪があったためと考えられます。まあ2だろうね。犯行途中で目撃されたから。ということは犯人は舞さんが目撃したことに気づいていたのでありますか。それについては、1、そもそも舞さんは現場を目撃していません。気づいていなかったのでしょう。おそらくそうでしょう。おそらくそうなんじゃない。ならば、なぜ舞さんも殺害しなかったのでありましょうか。それはわかんないんだよね。その理由はわかりません。しかし、犯人にとっては重大な事情があったんでしょうね。重大な事情でありますか。だが、逆に言えば、それこそ事件解決の甲斐かもしれない。悲観するばかりではない。次に、野上和志殺人事件でありますが、すごい小暮さん試してくる感じになってるけど、どうしたの急に。クイズ司会者みたいになってますけど。あれも他殺ですね。ならば JOF 事件と同一犯の犯行でありましょうか。間違いなく犯人は別でしょう。そうとは限りません。 JOF 事件に犯人なんて存在しません。 JOF 事件と別じゃない。やっぱりね。その根拠は何でありますか。僕の勘です。ですが先輩、小栗さんは困惑した顔をしている。勘と言われましても。それはそうだ。簡単に納得してもらっては僕も困る。だが証拠はないものの、犯人が別にいる可能性が僕の中で小胸のように引っかかるのだ。一方で同一犯という線も考える。こういう僕の思考を他人は優柔不断というのだろうけど、確かに手口は似ている。だが凶器が一致しているわけではない。それに鼻の刺し方も微妙に違う。同一犯でない可能性も考えた方がいいだろう。それでは式部先生からの病院の帰り道、自分たちに切りつけてきたのは、あれは凶器が同じというところから野上さん殺害の犯人と同一だと考えます。その襲撃犯は舞さんのストーカー事件に関係あるとお思いですか。それはおそらく関係あるでしょう。おそらく関係ないでしょう。わかりません。いやー、これはまあ関係はあるんでしょうけどね。結局ね、これ以上宮本舞に近づくなというメッセージが残されていた以上、襲撃犯はストーカー事件に関係ある。さて次はストーカー事件についてだ。前に僕が整理したように、野上さんがストーカーだった可能性が大きい。その目的は舞さんに JOF 事件の記憶を取り戻させるため。しかし野上さんの他にも第2のストーカーがいる。それは野上さんが死んだ後もストーカー騒ぎが続いていることから明らかだ。荒らされた部屋、何者かによって持ち込まれた野上さんの眼球、ベッドの下に潜んでいたという人物、小鳥の死骸。僕はそのことを小暮さんに話した。その人物は舞さんをどうしたいのでありましょうか。おそらく殺害したいのではないでしょうか。記憶を取り戻したいのではないでしょうか。記憶を封じ込めたいのではないでしょうか。そうね。何もかね、眼球が持ち込まれていた、ベッドの下に潜んでいた小鳥の死骸。記憶を封じ込めたいのかな。記憶を取り戻したい。封じ込めたいんじゃない。でもだったらそんな刺激与えるようなことしなくてもいいような気はするけどね。むずいね。血文字の文面などからそう推測できる。もう選んじゃったけど。なぜ封じ込めたいのでありますか。すごい。めちゃめちゃ聞いてくるじゃん、小暮さん真顔で。怖。
ストーカーの狙いはマイさんではないからです。JOF 事件をなかったことにしたいからです。ストーカーこそ JOF 事件の犯人だからです。まあ、これじゃないか。やっぱ結局同一犯ってことになるけどね。結局。はい。まだ野上和志は別っぽいよね。普通に状況だけ見るとね。これはまだ断定ではない。しかし、第二のストーカーイコール、JOF 事件の犯人と考えると納得がいく。殺人犯としては、記憶が戻ってほしいわけがない。自分の逮捕につながるからだ。舞さんは犯人の顔を見ていないと言っているが、思い出せないだけかもしれない。ましてや、犯人は舞さんがいたことに気づいていたと思われる。だとしたら、なぜ犯人は舞さんを殺してしまわないのだろう。ストーカーの行為は脅迫状を送ったり、血文字を書いたり、猫や小鳥の死骸を置いたり、部屋を荒らしたり、ベッドの下に潜んでいたり。こうやって列挙すると恐ろしいことやってるな、マジで。どれも舞さんに極度の精神的ショックを与えるものばかりだ。ショックで記憶を取り戻させるという荒療治も考えられなくはないが、やはり記憶を封じ込めたいがための犯行だと考える方が筋が通る。記憶を取り戻させたがっていた野上さんと、記憶を封じ込めたい殺人犯。一連のストーカー事件は、このような複数の人物によるものだったのだ。今まで検討したことで、僕は確信を持ったことがある。犯人の心理を考えれば、若菜さん殺害からつい最近までの数年間、何もしないはずがない。それこそ、舞さんが自分の顔を見ているのではないか、いつか思い出すのではないかと不安に駆られているはずだ。そこに理由があるとするならば、犯人は舞さんを精神的に追い詰めはしても、殺すことまでは考えていない。これは、彼女に何らかの情を持っているからこその犯行と言えるだろう。つまり、殺人犯は舞さんの身近にいるということだ。僕がそう言うと、小暮さんは葉巻のように太い指を折って数え始めた。自分が知っている人間と言いますと、父親の宮本さん、叔父の曽我さん、幼馴染の日下部さん、それに合気道をやっているというお友達、ぐらいしか思いつかないであります。まあ、合気道の友人は除外するとして、確かに何日かも張り付いていても、それ以外に舞さんと接点がある人物を僕たちは知らない。だとしたら、犯人はその中にいるということでありましょうか。そう顔をこわばらせる小暮さんに僕は言った。いえ、この点に関しては限定するのはまだ早いと思います。慎重に検討を進めていきましょう。僕たちは別の角度から犯人像を絞ってみることにした。今野上さん殺害と僕たちへの襲撃に関して分かっている犯人の特徴がある。それは、犯人は左利き、犯人は右利き、犯人は背が高いです。まあ左利きでしょうね。そして身近にいる人間を整理してみる。まず父親の宮本さん。以前高級腕時計を腕にはめているのを見た覚えがある。それから考えると。え、わかんない。どうだっけ？右利きじゃない？適当。次に叔父の曽我さん。猫の死骸が置かれていた時、固まって取れにくくなってしまった血を落とすのに、右手に洗剤を持ち、左手の雑巾でこすっていたはずだ。それから考えると左利きですね。最後に、幼馴染の日下部さんだが、左利きでしたが右利きに矯正しましたね。右利きでしたが左利きに矯正しましたね。それ珍しいね。左利きですね。まあ、一番上ですね。左利きだったけど、右利きに矯正したと。以前、日下部さんは、もともと左利きだったが、右利きに矯正したと言っていた。ちなみに、舞さんは右利き。若菜さんは左利きだ。右利きってすごい言いづらいね。だからといって、これで犯人を絞って良いものでありますか。小暮さんが悩んでいるが、それは僕も同意見だ。これはあくまでも参考にしかならない。今整理できることはそこまでだった。犯人につながる決定的な証拠は見つからない。以前にこの事件を追っていた刑事たちも、同じような徒労に襲われたのだろうか。その考えから連鎖して、事件を執拗に追っていたという野上さんの姿が脳裏に浮かんだ。野上さんは一体何を掴んでいたのだ。犯人を特定していたのだろうか。あなたたち、いい加減に起きなさい。僕はいつの間にか聞き慣れていたその声に反射的に飛び起きた。僕と小暮さんは事件の整理を終えた後、仮眠を取っていたのだった。鴨泉警部補がソファーで丸まっている僕たちを腕組みしながら見下ろしていた。二人揃って仲良く予知夢でも見てたの。鴨泉警部補は哀れみすら感じさせる目で僕たちを見ている。と言っても、小暮さんはこれ式のことでは起きやしない。犯人は出てきたかしら？あなたたちの予知夢に。
言葉のすべてにトゲがある。僕はソファーにかけ直し、警部補に言った。鴨泉警部補、いろいろ考えたんですけど、今回の事件で予知夢だとか霊だとかそういった考えは捨てることにしました。気がつくのが本当遅いわね。もう相当好きながらも、警部補が僕を見る目の色がほんの少し変わっている。ま、心を入れ替えたようだから教えてあげてもいいわ。何をですか？私が今調べてきたことに決まってるでしょう。相変わらず高圧的な口調で恩義せがましい。それでも僕は警部補が調べてきたことというものが知りたかった。あ、今は小暮さんも起こします。小暮くんはいいわ。また話の腰を折られても困るから。そんな言い方をされているとはつゆ知らず、向かいのソファーでは小暮さんが口をもごもごさせながら安眠を貪っている。宮本敦のことを調べてもらったのよ。そんな、どうやってですか？二課の知り合いに頼んでね。僕は内心驚いていた。軽くそんなことを言ってはいるが、いくら知り合いだからといっても捜査二課の人間がそう簡単に動いてくれるとは思えない。盗聴器発見器の時もそうだったが、鴨泉警部補の人脈とはどんな強力なものなんだろうか。だが、それを尋ねるのはまたの機会に譲る。今は鴨泉警部補が掴んできたという情報の方が魅力的だ。それで何か分かったんですか？まず、彼が娘にテニスをやらせていたということは、いくらモンソロ君でも覚えてるでしょう。いくらモンソロ君でもという言い方が気にならなくはないが、僕は聞き流す。ええ、舞さんの部屋に写真もありましたから。もともとは彼女がやりたいと父親にねだったのが始まりだそうよ。そして実際、宮本舞のテニスの成績はちょっとしたものだった。将来は国体も夢じゃないと言われるほどだったらしいの。すごいね。そうなんですか。そこまでとは知りませんでした。舞さんの部屋にあった写真を、坂部さんはダブルスで優勝した時のものだと言っていた。だからこそ腑に落ちないのよね。何がですか？黙って聞いてなさい。相槌を打っただけなのに、ピシャリと言われた。宮本敦は、娘のテニスの才能がかなりご自慢だったらしいんだけど、曽我若菜の事件以来、すっぱりとテニスをやめさせたのよ。そしてそこで話を切って、僕を見る。僕が黙って次の言葉を待っていると、急に不機嫌そうな顔になった。だから変だと思わないの？黙っていろと言ったくせに、僕が何も言わないのも不愉快らしい。何でも自分の思う通りにならないと気が済まないタイプのようだ。僕は恐々と腫れ物に触るように言った。それはペアを組んでいた若菜さんが亡くなってしまって、他の相手と組むのが嫌だったからではないんですか？シングルでもいいじゃない。それだけの能力はあったんだから。それに何より、どんな理由であれ、そう簡単に父親が許してくれるものかしら。確かに、あの厳格で世間体を誰よりも気にする宮本さんが、いくら本人がテニスをやめたいと言ったところで素直にやめさせるだろうか。娘が国体にでも出れば自分の株も上がる。ひいては選挙活動にもプラスになる。ましてや運よくオリンピックにでも出場すれば、政治家として絶好のポイントアップにもなる。でしょ？しかも彼女が勝手に辞めたのではなく、どちらかというと父親の方が辞めさせたみたいなのよ。確かに不自然ですね。僕の同意を得て、そこでやっと警部補は勝ち誇った笑みを浮かべた。私がどこに行ってたかわかる。なんかこうなってくると、こっちのルート、まあ前のルートはね、もうなかったことにすると、今、舞さんイコール、本当に実は若菜さんで、実は死んだのが舞さんだったみたいなのがなんか、なくもなさそうな気がしちゃうな。いえ、どこですか？お寺よ、お寺。お寺？およそ鴨泉警部補には似つかわしくない場所だ。当てろと言われても決して当てることはできなかっただろう。それにしてもお寺とは、まさか科学完全肯定派の警部補が神頼みでもないだろうが。はい、というところなんですが、一旦ちょっとね、切り替えでここで切りますが、何なんだろうな。何の証拠を持ってきたのかっていうところですね。で、あとやっぱりこれ舞さんが本当は若菜さんで、です。舞さん、殺されたのは実は舞さんでした。だとして、で、JOF 事件の犯人が、まあ、もし科学ルートと、あ、オカルトルートと同じ人だとしたら、まあ、なんかいろいろ辻褄が合う部分もなんか見えてくる気がしますね。で、テニス辞めさせた宮本さんが、舞さんにテニスを辞めさせたのは、まあ、実は死んだのが舞さんだ。そのテニスの上手い舞さんだから。で、若菜さんがテニスやっちゃうと、なんか急に下手になったので不自然になっちゃうみたいな。で、見た目はうり二つなんでしょう。っていうことと、で、あとはあれだよね。あとなんだっけ、日下部さんか。が来た時の、ぬいぐるみの件とか、ね、若菜さんにあげたのを、
私がもらったみたいな感じの雰囲気な記憶の混濁なんか違いがありましたよね。なんかそこら辺でそんな可能性が出てくる気がするな。はい、というところなんですが、また次回楽しみにしていただけたらと思います。プライムでした。バイバイ。